はい、皆さんどうもこんにちは。ぶどうです。ペーパーマリオ RPG 続きをやっていきたいと思います。テレサの仲間をですね、ちょっと解放して。あ、そう、これ。これなんか締め出されたんですよ。なんか密集っていうか。密着されて。あんま立ち止まら、あ、なんだ、なになになに。あ、見たことある、この人。確か闘技場にいませんでしたっけ。そう、なんかこのズバッとみたいな。どうしようかな、調べようか。調べよう。バサバサ。バサバサっていうのか。ナイスなネーミングセンスだわ。あたし的にヒット。ああ、そこまで普通の敵か。天井に、ああ、なるほど。あ、6匹、え、嘘、気づかなかった。天井にいる敵って、攻撃届かない。ああ。ちょ。ゆっくりすぎてタイミングが。できませんよね、これ。どうしようかな。ちょっと待ってくれ。そう、ガツン殴り。ナイス。おー。なんだ。よし、行け。あ。よし。あー、なんかゆっくりすぎてタイミングがつかみづらいですね。パッと見どっちに攻撃してくるかわかんないしな。よし。よしよしよし。最近経験値がね、ちょっとあんまりもらえないんですよね。結構苦労した戦いでも。1しかもらえなかったり。よいしょ。よし。よし。あ、なんかスイッチが。何？何？何？どうした？多分別の部屋で何か起こったな。なんか怖いですね、雰囲気がね。迷路だな。あ、ちょっと待ってくれ。あれ、クリスティーヌは？あ、ちょっと待って。ちょっと待って。オドロンジーンの鍵。急げ急げ。よしよしよし。ここあんまり行きたくないな。この広間。こっちはどうなってるのかな。お！不意打ちだろう。あ、テレサ。テレサがいる。ちょっと待ってくれ。あ、これ無理にしなくてよかったかな。テレサもやっぱり敵キャラなんですね。おなじみのお化けね。自分や味方を透明にする技、あー厄介だな。あたし、はい、やばいな。あ、何？どういうこと？あ、とりあえずバサバサを倒そう。バサバサ。あー、もうなんかもうやばいな。おー、
次で倒せる。よし、いいね。消えるのはちょっと厄介だと思うんですよ。当たらないしね。バサバサいきなり降ってくるから怖いな。来い。怖い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 。左にもなん、左じゃないわ。右にもなんかあったから。あ。これ何なんだろうな。まあいいや。あ、ちょっと待って。あ、いけれた。よし。あれ、いけれない？あれ、いけれねえの？いけれないのか。まあいいや。おっと。あ、なんだ、そっち側から出るのか。待ってくれ。一旦じゃあ、またこっちに戻って。あ、移動してる。階段が。あれ？違うのか。じゃあ、奥に移動できるようになるは、なれるはずだ。これが手前のスイッチか。これが手前か。じゃあ、これで真ん中？これで真ん中か。あ、ここ行けるんだ。なんかガサガサ言ってるんですけど、なんか、何かな、それは。うん、何もないのかな。いや、何もないことはないやろ。これ怪しいですね、この木。あ、なんだ。普通にスイッチいじってたらできたな。よいしょっと。セーブして、で、鍵を開けると。よし、行こう。このテレサたちは敵なのか味方なのか。敵かな？でも普通に追い出そうとしてくるからな。味方ではないと思う。ちょっとね、そのコインが足り、ああ、なんだ。どこだこれ。これ、こら、こら。お、僕のくつろぎの時間を邪魔するのは誰だ。こいつが村長が言ってた化け物。
化け物って言うな。なんだお前ら、まさか僕をやっつけに来たのか。あいにく僕は次のいたずらを考えるのに忙しいんだ。さっさと帰ってくれよ。って言ってもどうせお前らおとなしく帰ったりしないんだろ。こいつが親玉かな。はいはい、わかりましたよ。そうです、僕が村の人たちを豚に変えてあげました。あら、開き直っちゃったわよ。あなたなぜ村の人たちを豚に変えたのよ。そりゃあいつらいつも暗くてブツブツ言ってつまらなそうだからさ。どうせならブヒブヒ言う方が面白いかなって思ってさ。それで豚に変えてるのさ、なんか文句ある。まあ文句があるならここまで来たん、文句があるからここまで来たんだろうけど、いいよいいよ、遊んでやるよ。あ、いきなり戦闘か。はあ、ちょっとどうしようかな。とりあえず時間止めるか。これ便利ですよね、ほんと。これに、すごい助かってる。時間よ止まれ。とりあえず様子見ということでね。手が疲れるんですけどね。よしよしよし。いいんじゃないか?よし。で、調べよう。調べる。バトルフィールド結構面白いですね。お、アクロバット。おかしいわ、こいつのことが載っていないの。どういうことだ?自分や他のものを変身させること。うん。正体不明。これ普通にジャンプとか効きますよね。大丈夫ですよね。ジャンプ。連続ジャンプ。あ、もうなんか、待ってくれ。連続ジャンプ俺練習したのにな。動画外で。やっぱこれ久しぶりにするからダメか。やばい。そろそろなんかしてくるな。うしゃ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 。じゃあこっちも遠慮なく攻撃させてもらうよ。おお、4か。ちょっとクリスチーヌやばいですね。これはちょっと変えた方がいいかな。チビよし。で、そうですね。違う、アイテムで、FP 回復しよう。で、まあ攻撃自体はそんなに脅威でもない。なかなかやるね、ちょっと見直しちゃったよ。ああ、そうそう、村の人を豚に変えてしまう呪いだけど。あれは魔法の力の保温の一部なんだよね。せっかくだからお前らにとっておきの魔法を見せてやるよ。なんだ、何をする気だ。あ。おお。あ、避けれない。避けれないっていうか、わかんないけど。まあいいや。違う。ちょっと待って。連続ジャンプ。ああ。よしよし。チビヨシは安定して、いいですね。ちょっと待ってくれ。よしよし、もういいや。すいません、ちょっと一旦録画が途切れてしまったようで。これで倒せるだろう。よしよしよし。そんなバナナじゃなくてバカな。
え、でもこれでスターストーンはもらえるとは思わない。もうちょっとなんかあるはずだろう。あ、え、くれた。え、なんかあっさりしてない今回。こんな簡単にゲットしていいのかな。え、今までで一番楽じゃないですか、こういうの。あ、クリアなんだこれで。へえ。なんか意外、あっさりしてる。今頃呪いが解けた村の人たちは元の姿を取り戻していることでしょう。全ては順調、7つ目のスターストーンを集めるのもそう遠くはなさそうです。明るい未来に向かってマリオは生きようとオドロン寺院を後にします。はい、そうですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。